ムルターンは、パキスタンのパンジャーブ州ムルターン県の県都である。ムルタンと表記されることもある。人口380万人で、パキスタン第6の都市にあたる。インダス川支流のチェナーブ川の東に位置し、カラーチーから陸路で 966km、地理的には大体パキスタンの中心部にあり、道路、鉄道、空路などの集まる、交通の要衝である。ムルタンは、 ピールと聖堂の町として有名で、町にはバザール、モスク、聖堂や壮麗な母仰がひしめいている。ムルターンは南アジアの中でも最古の都市の一つである。サンスクリットでマラスタンという言葉が現在の都市の名前の由来である。これまでの考古学調査から、ムルターンはモヘンジョダロあるいはハラッパーなどと同時期に起こった都市の一つであると考えられている。 古代インドのジョージシ、マハーバーラタでは、マラバで登場した。ムルターンを最初に征服した外国の勢力は、アレクサンドロス3世であると言われている。その後、ムルターンは、グップタ朝の領土の一部になった。712年、シンド人に引き連れる形で、イスラーム勢力がムルターンに侵攻した。イスラーム勢力を率いたのは、ムハンマド・ビンカーシムであった。 カーシムの進仰により、ムルターンにもイスラームがもたらされることとなったが、ムルターンはそれでもなお、一独立勢力として維持してきた。しかし、1005年、ガズナーサのマフムードであった。マフムードは、ムルターンにあった、太陽神や、偶像の破壊を実施した。マフムード一世、ムルターンを征服した。1150年代に遡るシャーガルデズボ病、ムルターンの中世は、 スーフィズムの中心であったことがわかっている。その証は、現在のムルターンには、数多くの聖者病が残されていることから明らかである。例えば、モンゴルの征服時代に、殺戮を止めるように解き伏せた聖者バハーウルハックの、ダルガー。世界の柱を意味するシャールクネアーラム。1380年、頃に建設されたシャーシャムスタブレイズのダルガーなどである。 グジャラート・スルターン・アサノ・スルターン、マフムード・シャー一世の治世に、ムルターンからロマニ系のムルターニーが、グジャラートやパンジャーブへ移住した。時代を経て、ムガル帝国の時代は200年間続いた。1735年には、当時、ムルターンを支配していたナワーブ、アブドゥル・サマド・ハーンの命令により、イドガーモスクが建設された。 1735年創建のモスク1757年には、アリームハンマド・ハーンによって、アリームハンマド・モスクが建設された。現在、ムルターンに残る建物の多くがこの時代に建設されたものである。当時のムルターンは、農業生産が向上しており、このような建設事業が可能となった。その後、しばらくの間、ムルターンは、アフシャール・アサのナービルシャーの支配を受けたが、 幸いにも破壊を免れることができた。ムルターンは、ムガル帝国の衰退を目撃することで、難しい時代を経験してきた。アフマドシャー・ドゥ・ダーニーが創設した、アフガン人王朝のドゥ・ダーニー・朝が衰退すると、ムルターンは、パシュトゥーン人の支配を受けた。宿教徒は、パシュトゥーン人が支配する、ムルターン地方を攻撃し、パシュトゥーン人は、 ムルターンの周辺に住むことを余儀なくされ、ムルターンは、シク教徒が治めることとなった。しかし、シク教徒の支配は長く続くことはなかった。徐々に、パンジャーブ地方にはイギリスが勢力を拡大していったのである。イギリスとシク教徒の間で戦闘が行われた。最終的にはイギリスが支配することとなった。1947年に、パキスタンが独立すると、ムルターンは、 パンジャーブ州に所属することとなったが、植民地時代にはわずかに鉄道が建設されただけであり、独立当時のムルターンは、産業、病院、大学といった社会的なインフラストラクチャーのすべてが欠如していた。これらのインフラストラクチャーは、独立後、徐々に整備され、経済的に発展を遂げるようになった。サライキゴボゴが最も多いが、パンジャーブゴボゴ社も多く、また、 国語のウルドゥー語も広く使用される。ありがとうございます。